はいどうも皆さんこんにちは、ナオトエンターテイナーの時間がやってまいりました、ナオトです。さて今回ですね、こちらじゃじゃん、アンパンマン組。アンパンマン組ということはもちろん今回ですね、アンパンマン組の開封記録狙いたいと思います。よっしゃ。この前の動画でね、アンパンマン組ねやろうと思ったんですけども、アンパンマン組がねコンビニに売ってなかったんですよ。なので代わりにねドラえもん組やってみました。そしたら記録がなんと11秒台でしたと。アンパンマン組ね、ようやくコンビニに売ってよかったですよ。なのでね、アンパンマン組のね、新記録をね、狙いたいと思います。アンパンマン組の世界新記録がなんと8秒台だったんですね。なのでね、ちょっとその8秒台をね、僕がね、狙っちゃおうかなと思います。挑戦はこの2回です。果たして2回で7秒台いけるかどうか。では、それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、それではね、始めたいと思います。こちら、ストップウォッチでね、測りたいと思います。まず最初ね、何味からいこう。ちょっとリンゴね、初めて食べるから、てか、両方とも初めてなんですけども、リンゴからいっちゃいましょう。では、いきます。8秒台。いけるかどうか。いきます。よい。スタート。あ、やばい。やばい、ちょっと待って、あ、やばい、ちょっと待って、あ、やばい、あれあれ、ちょっと待って、あれ嘘、全然剥がせない、ちょっと待って、あれちょっと待って、嘘、全然剥がせないんだよ、あれ嘘、こんな難しかったっけ、アンパンマン組、あれ思っていたのと全然違う、あれ嘘だ、あれあれあれ全然剥がせねえで。ちょっと待ってくださいよ、これ。おかしい、これ。ちょっとこれ難しくねえか。やべえ。よく8秒で焼けられたな。何秒よ、これ。ダメだ、全然。全然ダメ、いけない。あ、やばい。すいません。ちょっと、ギブアップです。え？ちょっと待って。ギブアップしたとき、2分11秒。おっそーれ。しかも見てください、これ。全然取れない。っていうか、取りづらい。アンパンマン組むずくない？いや、ドラえもん組の方がめちゃめちゃ簡単だった。うーわ、マジで難しい。ちょっと舐めてましたわ、これ。もういよいよラストです。でもね、1回目アンパンマン組ね、どんなもんか分かったんで、2回目。さすがにいけるでしょう。よく見るブドウ味なんでね、簡単だと信じたいです。では、2回目いきます。よい、スタート。お、あーやばい、これでもゆっくりだ。あーやばい。あいや待って、そうでしょ。あ、あーうわ、あげちゃう、あげちゃう。待って、これ。待って。これ、むずいぞ。あっ。あ、でも。ちょっと待って。これね、むずいわ。これ、開封記録でもね、これ全部ね、いける。全部はいける。うわ、これ、ちょっと待って。うわ。いや、これすげえな、8秒。これマジアンパンマン組難しい。いやーこれ1分いっちゃうかな。あやばい。難しいな、でも、ああ、やばい。オッケー。
はい、全部抜けました。あれ、あ、そうか、これ全部取らなあかんのか。やべ、うわ、やらかした。全部取らないといけないのか、くそー、やっちゃった。なので結果2回とも失格ってことになりますね。いや、思った以上に難しいっすわ。うん、だってあのシートがさ、ペラってすぐめくれるかなと思ったのに、思った以上に全然めくれなくて、あれはね、ほんとむずいっすわ。あれは慎重にやらないともう全部抜けない。かといってスピーディーにやるとめくれるはめくれるんですけども、途中で切れちゃう可能性がある。いやー難しいっすね、マジで。2回目ね、勘違いしなくちゃ。シートを全部めくるまでかなと思ったんですけど、間違えちゃった。完璧、そうだった。グミ全部取るまでがアンパンマングミの開封記録ですか。やべ、やらかしましたね。でも仮にグミ全部取っても2分台だったのは変わりはなかったです。あー、これ難しいな。アンパンマン組舐めてました。ということでね、記録は2回とも失格ということになりますね。いやー、乾杯です。ということで今回ですね、アンパンマン組の開封記録をね、狙ってみました。最後までご覧になっていただきありがとうございます。以上、ナオトエンターテイナーロドの時間でした。またいつかお会いしましょう。 See you。 これね、マジで難しい。皆さん、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you。